今はあの真ん中に島があるんで、あそこのギリギリ投げて向こうのこう駆け下がりと、あとあの一番深いとこ、あとこの手前の駆け上がりですね。その3箇所を重点的に今狙ってます。で、基本的な当たり方っていうのはボトムバイブレーションなんで、割とあのフォールスピードが速いんで、フォールの時にがっつり当たってくる感じです。 今みたいな感じです。お、出した。もうバレたらちょっと確実にフックの確認をしてください。曲がってないかっていうのと、あと針先がなまっていないか、その2箇所確認していただければ、まあバレ等がなくなると思うんで。でもやってる感じ、割とその一番深いとこと、あと手前のブレークがいい感じなんで、そこをちょっと気を使いながら当たりを取ってきてる感じですね。今一回一回こうやってボトムにワンアクションずつボトムに一回一回つけてるんで、割と針先があのボトムの岩なりコンクリートなりについてあの摩耗しますんで、まあフック交換もしくは確認をしっかりしていければ。こんな感じです。